ネズッとマミちゃんです。今日はですね、今後のユニバーを予想します、イエーイ。これからもユニバーのね、いろんなね動画を上げるのでね、チャレンジしてくれたコメントお願いします。で今さ、一部のパーク内とかパーク外ではもういろんな工事してるやんか、うん、で僕さんも考えたことあると思うね。いや、これからユニバーここに何ができるんやろって、うん、ある。で結構コメントとかでもね、まみちゃん次例えばスパイダーマンだと何ができると思いますかって結構来るんですよね、うん、で今回ですね、まあ、僕のね、まあ、僕なりの予想ですね、ちょっと話していこうかなと思ってます。だからまあ予想やから、まあ、楽しくみんなの予想しますって感じです。これはそうなん、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。じゃあどんなものを予想像してもいいってこと？どんなものを想像してもいい、だからもうそういう感じで、うん、楽しくみんなで予想しますっていう回です。はい、じゃあ早速ねやっていきましょう。でまずはですね、このユニバの駐車場側のメインゲートにはその前特典通りのトンネルがあったんですよ、うん、それがもうパラでなくなりました。なくなったね。そう、今年の1月ぐらいになくなったんだね、確か。そうやったっけ。そう、確かそのぐらいだった。で今ね、囲いができるね、かなり工事と行われるけど、うん、まあ、俺の、まあ、予想言うで、うん、俺の予想はもう第一候補はロッカーの増設。あ、まあそうやろな。ありそうじゃないだろ。だいたいそうやろな。ロッカーだよね。今の今で結構ロッカー不足が深刻なのよ、うん、でその影響でユニバーサルシティオークでもね、ロッカーの店ができた、うん、だからまあここをロッカーにするのが一番、まあ、あり得るんじゃないかなと思って、うん、確かに。もう一個あるとしたら、うん、荷物検査の新しい場所。ちょっとなんか場所的に不便ちゃう。違うかな、うん、いやけどさ、前ここで手荷物検査やってたんですよ、一時期、うん、やってたね。だからあれが実験で今回新しくできるのかなと思って。あー、どうやろう。ありそうな感じがしない、それも言うて。でもなんかこの向かい側にもですね、一応ね、でっかい囲いがあるんですよ、うん、こっちやったらありそうじゃないしや。あー、まあこっち側ならワンチャンな。ありそうじゃない。だってここまで多分ロッカーはないような感じがするわ。そう、だからロッカーはこのピクニックエリア側で、でこの新しい手荷物検査の場所はこっちとか、ありそうって感じがする。で次はですね、このチケットブースあれやんか、うん、あそこもでっかい壁ができてるんですよ。なんかなくなっちゃったね。そうで、ここなぜか右側だけ、一番この右側だけ、うん、あの壁ができてるのでさ、うん、向こうさんこれ何と思う？なんかパグ預かり場とかかな。パグ預かり場、うん、パグ限定、うん、ケンゼルがなくなったからパグ預かり場。あ、そうそうそう、うん、多分日本の人口そこでパグ買ってるとめっちゃ多いわけじゃないで、多分それトイプードルとかチワとかの方がいいかもしれない。分からんやろ、偉そうにそんなこと言って。いや、ちょっと怒ってるわ。俺的には多分ここはチケットカウンターになると思うけどさ、うん、自動券売機とかね、そんな感じがするわ。チケットの自販機ってこと？そう。何それ。あの今やったらクルーさんがいるやんか、うん、人件費のことも考えて、結構さ、ユニバのゲームコーナーとかもさ、自動券売機になってるやん、うん、そんな感じで自動券売機とかあれ、そんな感じがする。なんか難しそうやけどね、買うの。あ、でも海外の人からしたらそっちの方が簡単じゃん。そうなんかな、っていう感じがするわ。なのが俺のはそうかな。あ、でもテーマパークとかさ、他のとこってなんか自動販売機なんてあったりするもんな。あるあるある。ピッピッって押して結構多い、うんうん、結構多いからそういう系になると思う俺は。確かに。それがパック預かりでしょ。うん、そうやな。で次はですね、ユニバーサルワンダーランドにあれで、シリーズのサウンドステージアドベンチャー、はい、これもね、まあ、クローズしたよね、去年に。なんか閉まっちゃった。なんか閉まっちゃって、で今までなんか工事したけど一旦休止じゃない。でも一旦休止か、うん、でもまたね、スヌーピー関係の何かが返ってくると思うんだよ、うん、それこそ俺的にはね、だからそのスヌーピーサウンドスティーバルベンチャーとして返ってくるのか、また別のね、まあ、疲労みたいな公園みたいな感じで返ってくるのかと思うんだけど、ここにね、一個アトラクション、スヌーピーのグレートレースがあったんですよね。あった。それがどうなるかだよね。あれはなくなったでしょ、もう終わっちゃった。あれ完璧なくなった。だってもう終了やったっけ。そう、あれが終了やから、うん、だからあれをこうして、うん、アトラクションなしのでっかい子供の広場にするか、 あと俺的にはさ、海外にはさ、フィッティエットペッカーナットハウスコースターっていうフィッティのね、ジェットコースターがあるんですよ、うん、もうそれもこのスリーピングレートレースみたいな感じで、子供向けのコースターやけどさ、
それ来たら暑いなと思ってウッディ、でもさ、スヌーピーのやのにウッディってかそこだけにおんの。でも俺ちょっと思ったのがさ、うん、昔、今おさらじの上でさ、昔ウッディのアトラクションってあ、確かに。というわけで今ウッディの居場所がないんや。居場所がないことはない。エントランスにおるの。でもウッディエリアがないやん。エリアはない。うん、ここでね、まあ、ユニバーサルワンダーランドでウッディが加わるのもあるかなと思って。あ、だからちょくちょくウッディが、ウッディだけじゃなくて、ウッディがちょくちょくジョージやったり、スヌーピーやったりと絡んでいくってこと。そうウッディが主役やから、ね。めっちゃおもろいやん、そうなったら。でも、一番の有力は、スヌーピー関係の、うん、でかい子供たちが遊べるような広場ができるのかなってみんな思うよね。うん、そんな感じかなっていうのはちょっと俺は思うかな。うん、で、次はですね、スーパーニンテンドーワールドだけどさ、うん、今スーパーニンテンドーワールドさ、これできる予定やん。あ、ドンキーね。ドンキーコングカントリーできるやつやんさ、うん、俺ちょっと気づいたんよ。何？ドンキーコングカントリーが、ニンテンドーワールドの第2期エリアって書かれててやんか、と、うん、いうことは、第3期とか第4期とかあるんちゃうかなと思って。そんな広げれる。でも、でも第2期エリアって言わなくない？それやったら、ドンキーコングカントリーが。どう思う？いやでもまあ好評やったらみたいな感じ、アニメみたいな感じだから。あー、だから可能性はあるやん。あ、でも構想もあると思うのよ。でも任天堂なんか全部売れるで。うん、まあ確かにな。って考えたら、もう今の時点で次のエリアも考えてると俺は予想してます。で次来るとしたら、うん、やっぱゼルダの伝説じゃないかなと思って。ゼルダ、うん、っていうのもこの宮本茂さんやんか、うん、このスーパーマリオの生みの親が。他にもドンキーコングとかも作ってるし、あとピクミンも作ってるよね。だからピクミンがニンテンドーワールドに隠れピクミンとかいたりするんよね、うん、でこのゼルダもこの宮本茂さんが関わってるんよ、うん、ってなった時に可能性があるんよ。あとそれプラスこれ海外ですごい話題になったのさ、まあ、海外のユニバの公式のアカウントがあるけど、うん、そこにもうゼルダの伝説の核となる人物の青沼さんが映ってたんよ、うん、そこの海外の任天堂ワールドを作ってる時に、うん、ということはゼルダめちゃくちゃ可能性あるなと思って。それハイラル城とか来たら熱くない？ハイラル城って何？でもそういう城があるんや、ゼルダの中に。あ、ちょっとごめん全然わからないんだけど、うん、めっちゃ熱いと思うし、あの剣とかもね、うん、なんかもうユニバのあのチェスみたいな感じで高く打ったら絶対売れると思うし、うん、もうフードとかめっちゃ想像つけやんか、ゼルダとかやったら。確かに。あと世界的な人気もえげつないやん、ゼルダの。ゼルダって、え、何？氷食べんの？氷？ゼルダ氷食べる？あ、ちゃうわ、ごめん、あ、モンハンやった。ちゃうだからめちゃくちゃ俺可能性はあるかなって感じがする、ゼルダの伝説。モクさん何と思う？第3期とか第4期とかあったら、何部かピクミンエリアとかでなんか大西に追いかけられるとか。大西って何なん？大西やん、あのなんかキノコみたいな化け物。あれ大西な。あれ大西って呼んでる。あの大西さんっていう同級生に似てたから。分かるかそんな。誰もみんな分からんわ。いいなと、うん、星のカービィとか来たら熱くない？あ、カービィめっちゃいい。なんかカービィの家とかもさ、うん、あってそこがなんかフードとか見たら面白いしさ。カービィってさ、グッズも強いやん。めっちゃ強い、うん、あと世界的にも人気やしさ、もうプププブランドできてほしいな。うん、こうカービィやったら嬉しいかな、私も。嬉しい。だから認定されたらいっぱいできるな。確かに。無限にできる感じよね。もうそうなったらもうなんかユニバか任天堂か分からなくなるけどな。ちょっといや、そこまで侵略しなくていいけど。そう。でもまあできたらすごい嬉しいな。ねえ。そういう系は。みんなの嘘を申してください。で次はですね、2025年運休までのジュラシックパークじゃないんだけどさ。うん。まあ、これ噂やったやん、ジュラシックワールドになるんじゃないかって。ああ。でちょうど来年に映画でジュラシックワールドが公開されるんよ、うん、タイミング的にもジュラシックワールドになるんじゃないかなと思うけど、なんかそれはジュラシックパークザライドのままっていうのが俺らなら、いやこれはジュラシックパークザライドのままちゃう。ちょっと変わったりとか綺麗になったりはするかもしれへんけど、俺的には海外のジュラシックワールドライドに来てくれたらすごい嬉しかったけどさ、うん、まあ、でもまあジュラシックパークもすごい好きな作品やからいいよね。で次のね跡地問題けどさ、うん、バックドラフト。あ、バックドラフトの跡地ね。そう、今でっかい囲いができてるんよね、うん、だから絶対なんかするんよ。あ、まあなんかはしそうやな。そうで、やっぱアトラクション関係が来ると思うねんな、もちろん、うん、あとバックドラフトみたいな、うん、で一番有力視されてるのがヴィランコンミニオンブラストってめっちゃ言われてるネットの方で。あ、なんか聞いたことあるわ。
そう、これね、ユニバーサルオーランドの方で、うん、2023年に夏にオープンしたアトラクションで、どんなアトラクションか分かる？え、なんか全然分からへんけど、あのシューティングゲームなんよ。あー、シューティング系、バックドラフトやで。そうそう、でもまあミニオンの近くやからできそうな感じがする、うん、ミニオンパークがもうすぐ窓内にあるね。まあ、確かにな。ミニオンの新色はちょっと可能性はありそうな感じがする。新色あとまあ、うん、あるとするなら俺的に聞いてほしいのは、うん、ペットオフザレーシュってアトラクション。あ、ペットのやつな。そう、海外にあるペットのアトラクションで、うん、全64台のアニマトラニクスが出てくるよね。ペットのキャラクターが出てくるんよね。まあ、そのすごいもうリアルな。あ、パグも出てくる。パグも出てくる、うん、からなんか段ボールの中に入って冒険するみたいな、楽しそう。そんな感じのアトラクションだけどさ、これもイルミネーション作品や、うん、ミニオンと同じか、うん、だからこれもね、なんか来てくれたらすごい嬉しい。嬉しいね、ペットやと。ペットやと、ね、見たことあるやろ。ペットペットはもう何十回も見てますよ。面白いね、ペット、うん、誰が好き？うん、パグやって。あのパグ、あのハムみたいなパグ。いや、パグやから好きやろ、それは。いや、あ、パグ好きになる前からあの ハムみたいなパグ好きやって。あ、そうなんや。そう、いや、もう遺伝子的にもパグが好きなんや、自分かもしれへん。あともう一個ね、なんか言われてるのがワイルドスピード、スーパーチャージってあったわけ。でもうワイルドスピードの、まあ、アトラクションやからさ、うん、まあ、専用の、まあ、ライドに乗って、まあ、高速道路とかでカーチェイスするっていうアトラクションが海外にあるらしいよ。高速道路でカーチェイスするの？そう、カーチェイスするらしいよ。ねえ、それがやっぱ言われてるよね。そうなんや。でも俺的にはワイスピ要素ないやん、ユニボにゼロじゃない。あ、まあ、なんかああいうメカ的なものはないよね。グッズとかやからゼロやん、うん。でもトランスフォーマーとか昔あったやん、グッズとかパレードとかで。あ、パレードあったね。そう、だから YSP なんかもう期間限定でなんか車の展示とかやってた。ああ、あった。って考えたらさ、 YSP はでもよりはやっぱイルミネーション系の作品が来そうな感じがする。まあまあ候補的に言ったそうやな。そう、あとここもね、ミニオンパークって結構ね、あの近いイルミネーションシアターと。まあ近い。だから全体がそのイルミネーション関係になりそうな感じがするかな。で、モコさんさ、うん、ここわかるの？ミカ。スパイダーマンの跡地。そう、旧スパイダーマンあったけどさ、うん、ここも何かしら来るやん、絶対。まあ来るやろな、いずれは。そう、で、噂されてるのが、うん、まあ、一番そのネットとかでも言われてるのが、ポケモンって言われてるの。あの、名探偵のやつやろ。名探偵ピカチュウの、うん、アトラクションが来るんじゃないかな。でも、まあ、ポケモンに関したらさ、俺的にはさ、ポケモンのエリアが来てほしい、それやったら。わかる？もう任天堂ワールドみたいな感じで、スーパーポケモンワールドみたいな。あ、なんか聞いてました。それこそそこでさ、なんかもうほんまにポケモンを捕まえられるとか。本物の？それになって、まあ、ポケモンのアトラクション何個かあるとか、うん、一番嬉しいなと思った。あとね、俺前さ、トランスフォーマーじゃないと思ったの、海外に。うん、全く形式同じだったよね、乗り物。ああ、やろうね。そう、で最後の落ちるシーンも、うん、スパイダーマンだから雲の糸が助けるやんか、うん、じゃなくて向こうはバンブルビーが助けるんや。落ちてバンブルビー助けるみたいな。やば。そう、だからそこら辺もめっちゃ似てるよね。あ、めっちゃ乗りたい、それ。それもなんかありそうな感じがする。うん、だからトランスフォームドライドもまあも結構噂されてるけど、うん、まあ、形式的にな、形式的にあってもいいかなって感じがする。しかもトランスフォーマーはユニバのその優遇プリーもあるやんか、ナイトパレードに出てるとか、出てた。昔グッズもあったんよ、トランスフォーマー。へえ。だからそういうのもあったりするから全然ね、ありかなと思うわ。で、ポケモンはポケモンエリアで来てくれたらいいかなと思う。どうかな。ポケモンはちょっと、まあ、エリアがね、任天堂が増えるすぎるとあれやけど、どっかピカチュウか有力候補。うん、え、モコさんどう思う？じゃあ、ここ、うん、いや、私トランスフォーマー好きやから、それはトランスフォーマー来たらテンション上がるけど。あ、確かに。でもグリーティングあったらそれ海外の。あ、海外グリーティングあんの？そうそう、なんていうか、あのオプティマスプライム、そうそう、のグリーティングあったりするんや。やば、めっちゃ行きたい。そうそう、オプティマスプライムと写真撮れるのめっちゃいいやん。めっちゃいいよ、ほんまね。でもあったりしたらすごい嬉しいよな。嬉しい。みんなの予想も教えてください。はい、じゃあ今日ですね、ユニバの予想に話してきました。はい。では予想やから、まあ、みんなで楽しく予想しましょうって感じです。うん、まあまあ確定じゃないからね。そう、だからみんなのね、まあ、来てほしい働くの何でもいいんで、おまみちゃんのライズでも全然いいんで、おまみちゃんのライズこんなん聞いたらいいなってものがあったらコメントにね、ください。ブヨブヨしてそう。私お腹ね、うん、お腹ブヨブヨで跳ねるようなライズかもしれないですけども。まあそんなことでね、まだ今後ね、ほんまにね、もうユニバの新アトラクションを発表っていう、まあ、公式からの発表系ね、ある可能性もあると思うから、うん、ただそれがあったらね、すぐにこの TV にね、紹介します。はい。
まってあげて、これからもね、またいろんなね、楽しい動画を出してくれるねえねえ、チャンネル登録、そして通知ボタンもお願いします。じゃあ、バーン。